はい、皆様こんにちは。リヒトドゥンケルハイトでございます。今回はリクに答えて実況プレイ戦国バサラ4と題しまして、またリクエスト紹介していきたいと思います。今回リクエストしてくださいましたのは杉浦文香様でございます。リクエストありがとうございます。リクエストの内容は左近の戦国創世でございます。ではまた戦国創世やっていきましょう。長に続く室町、これいちいち見るべき、もはや実は失われた。まあ一応見てあげましょう。惰性の世を天に返し、さあ今回左近の戦国創世ということで、難易度とルートとかそういう細かいことは特には指定されておりません。ここでもう一つリクエストを消化させていただきたいと思います。リクエストしてくださいましたのは月並みカルラ様でございます。読み方合ってますかね。月並みの部分がお読みだったりしたら申し訳ございません。はい、この方から左近のドラマルートをやってくださいというコメントをいただきましたので、リクエストとしてここで消化させていただきたいと思います。はい、左近は、まあ、前回ね三成についていましたので、ちょっとレベル上がってるのかな、忘れましたけど、でまあもともと私3つとも創世ルート、アニメルート、ドラマルート全部クリアしておりますので、それなりにレベルは高くなっております。はじめから難易度どうしましょう。前回三成がレベル低めでバサラいけたからバサラにします。どうしましょうね。でもやだな、やだな、やしな。究極バサラどっちにしようかな。でも左近それなりに育って、でも私左近使うの苦手なんだよな。究極にしましょう。怖い。切った張ったの戦の時間ってね。いや、サイコロやべえな。3つあんだけね、舞台の時どうするかと思いましたけど、サイコロ一応出てきましたからね。すぐに投げ捨てましたけどね。あれ確か多分ね、紐で繋がってたサイコロ。ここにいるんだよな。はい、チャラいですね、左近は。かなりね、最初に出た時からすごい人気で、まあ、三成の下につくって、しかもチャラいこいつっていうことで結構注目されていたキャラクターですけれども、まあ、本当にチャラかった。めっそもございませんです。はい。ならば行け。豊臣のエーナ、刹那たりとも陰らせるな。つまりこういう左近みたいなキャラ苦手ってか嫌いそう、まあ大体に嫌いか。大体嫌いかやしだと思ったんですけど、まあそれなりにバランスのいい感じになってますね。三成様の隣に左近がいることによって割となんか、なんだろう、どんより暗めだった豊臣の人たちがパッと明るく見えるようになった気がしますね。なんか左近に釣られて割とみんなも明るくなってるんじゃないかっていう、まあいつも通りではあるんですけれども、なんか左近がいることによってちょっと違う感じがしていい雰囲気になりましたね。けど豊臣連中多すぎるんだよ。官兵衛さんとか又兵衛さんとか一応入れたらものすごく多いですよね。なんでこんな豊臣優遇されてんのっていうぐらい。はい、ということで恨み節か。恨み節全然行ったことないような気がするな。まあ、開演は結局行かなかって終わったんですけど、そういえば、恩賞見てねえわ。どこもいまいちなんだけど、究極だからか。そうか、究極だからか。はい。じゃここにしましょうか。で、声優、割引中だって、声優が勝家さんになってますね。勝家さんはやばいですね。レベル高いし、うっかり交代しちゃう可能性があるので、誰にしましょう。普通は大谷さんか、三成ですよね。他キャラ、他キャラ。そっか、よう考えたら、あれだ、秀吉さんとか、半兵衛が出てないから、少な、まあちょっとチャラをつながりで刑事ってのもありか。刑事にしよう。じゃあ刑事にします。何持っとんねんお前、宝刀ってお前なんでそんなん持ってんの。びっくりした。じゃあ合戦準備します。ちょっと先に、なんで君宝刀持ってんの。もうちょっと普通の使おうぜ。
砲塔の方が若干強いんだけどね。普通の剣を持ってくれ。で、まあ、前回左近について行った時に結構、左近について行ったじゃねえよ。おめえが左近だよ。三成について行った時に結構、いいの入ってたね。逆上って何？瀕死状態250か。へぇ、瀕死状態になるたび、ありそうだけどな。特訓とか経験値がつながれと思うわ。20% 増加すげえ。でも左近強いからいいわ。もう、すでに、ほぼ完成してるんですよね。ただ、集金いらねえよな。いや、いるか。なんか、牙がついてるなぁ。解体していきましょうか。ちょっとこの辺カットで、いろいろ整えます。はい、お待たせいたしました。まあ、特に武器はいじってはいません。合成しようかなと思ったんですけれども、まあ、もうちょい待ってからって感じで。この、装飾盗み食べるとビミが合成できたらいいんですけどね、できないんですよね。はい、で技は一応全部揃ってますね。全然使ったことないんですけどね。特にこれとか使ったことないし、これなんか結構運勝負なんで、サコンらしいっちゃサコンらしいけど、ものによっては自爆してヒットポイントが1になるとか、まあ、敵味方両方らしいですけど、どんだけっていう感じなんですけどね。君怖いわ。はい、まあ頑張っていきましょう。それでは、進行します。レッツゴー！サコン、入ります！はい、頑張ってください。私、サコン苦手なんですよね。彼ってスイッチャーなんですよ。サコンをあまり知らないとか、やったことない人のためにご説明すると。彼、双剣持ちですけど、蹴りも武器なんですよ。で、近くの通常攻撃で、いちいち切り替えるんですよ。双剣蹴り、双剣蹴り、双剣蹴りって。で、双剣状態の時に、か、蹴り状態の、今双剣状態ですけど、これで、技、出る技が違うんですよ。今これ双剣状態。で、彼こう、R1 で切り替え、今これ蹴り状態です。これで同じ3個押しても違う技が出るんですよ。これがほんと分かりづらい。やりづらい。本気で言っているのか、しかも私結構連打してるんで、もうどっちになってるか本当に分からないんで、もう適当です。戦がした、はい、しかしそれは戦の世の杖、ほらこんな通常攻撃も違う、蹴りですからね。こっちすると切ります。めんどくさ、基本的にずっと双剣状態にあってほしいんだけど、私としては黙って豊臣に従えばよいものはい、もうなんかあ、いったー。いや、なんか通常、間違えた、通常ボタンを押してるだけでちょっとなんかコンボしてるように見えるのが彼の面白いところなんですけれども、コンボっていうか何だろう、技をいっぱい出してるような気になれるんですけど、うお、全然違うな。これほんといっぱい出てくる。もう溜まった、すごい、もう出た。でバサラ技は一緒です。バサラ技はこう違ったら面白かったんですけど、そんなことはなかった。バサラ技は双剣状態だろうが蹴り状態だろうが一緒です。そこも違ったら面白かったんだけどな。あなた生田さん、うわー、蹴り状態が出た。ほい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 、そうですね、思うツボとかあんま使ってられないよな。たた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 、蹴り、うおー、やばいわ。楽しいんですけどね。でもどっちやってるか分かんなくなるのが困ったちゃんですよね。ダメか。あ、でもここ3段だな。ほっと、ダメだ、殴られる。おい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 、どこ行くんだ。行っといてください。と、100発勝負ってなんだよ。よく考えたら100発勝負ってなんだよ。ゲージも頑張れー。おお、死にそうですね。これ嵐、これ好きなんだけどな。でも思った通り出ない。嵐来た。あー、殴られるのか。ゲージが死にそうだ。どっちだ、よし、
早い。あー違う、嵐が出てほしいのに。ちょっと待って、切り替え、切り替えからの嵐、いける。ケージが死にそうですけど、痛い痛い痛い、早い早い、ケージ死んだ。違ったー、これもなんか運勝負だよな。違う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 、切り替えてくれ。嵐がいいんだよ。ケージ、ケージ起きてくれ。なんでやねん。ほっ、あ違う、痛い。オッケー、最初の陣だけだいぶ時間かかってる気がする。乗っかるな。あー切り替えしまった、これ逆だー。 R1 がただの技っていうか切り替え技なのが辛いな。オッケー、体力回復。なんでまたまた、よいしょ、やだん。どっち今、蹴りだ。ほっ、さてお待ち、あれ切り替えられない。同じ技、同じ技をしてずっと。ほっ、オッケー、一応あれだな、出た、いけ、やってまい、サクサクいこう。なかなか思う、すごい、こい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 な。あの一段を殲滅する。恋恋恋ってなんだっけ。4割くらいはなんとかしてみせますぜ。4割ぐらいかい。ほっと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 、オッケー、よしくば引け、我ら容赦はせぬぞ。恋恋なんだっけ、よくわかんないけどな。お宅の相手してる場合じゃないんだよね。丸見せして強制とかで使った方がいいかな。おいしょ、ちょっと回復あるし使ってみますか。あ、いった。ほっと、余裕ができてからにしましょう。ケージ、お願い。ほら、デメ出る。はい。なんか、ゾロ目じゃないと何も反応しないみたいです。多分。ピンゾロだと良くて、6が揃うとダメなのかな。はい。で、長押しによって、おー長押しすると、大当たりか大外れのどっちかになるらしいです。それはちょっと怖すぎるので、やらないですけど、ごめんなさい、こっちだ。ちょっと待って、あれ？あ、こんなとこに、合格面を派遣！お？砥石か。今、キバつけてる。じゃあ、妖刀あるから、一応回復もできるんだよね、朝助けてた。あ、こいこいに変えたかった。てないね。こいこいに変えとくべきだった。ん？理由？まあ、バサラーはいつもわちゃわちゃですけど、サコンやってると余計にわちゃわちゃしますね。どっちやってるかわかんないね。思うつもりじゃない。こいこい。ほっ、痛い。空気読んでない。ケージがいるからもっと読んでない。大きくと死んだように聞こえるけど死んではいません。逃げたんです。サスケ打つ攻め使ってくるよな。オッケー、ほっと、あれ、こいこいってなんだっけ。了解です。長押しでいった。え、ちょっと待ってね、こいこい、わからん。うわ、ちょ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 、何が登った。やっぱわかんないもん使うべきじゃないですね。あー、もうサスケ何してんの。オッケー、当たった。おおほほほ、どっちだ。あー今嵐だったらよかったのに。なんでこんなところでやってんだ。行って、ちょ回復しよう。究極にしといてよかった。やっぱりサコン難しいわ。まだ私では使いこなせる気がしない。サスケどこ行った。オッケー、盗み使え、あーおー、ほっ、盗み装飾あれあるから回復できるのよ。痛い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 、ダメですね、された、危ないよ。うえー、
当たってんの今の、今のどういう当たり方したの。だい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 、危ないよ、避けたー、ナイス回復。違うな、来ちゃう、今蹴り、おいー、ゲイエーされた、危なっ、アイ向きが違うね、ほっ、いっとけ、いっとけ、2回目、1回目当たってなかったからな、ここが助け、あこれまずくね、この位置関係最悪なんだけど、絶対壁突き抜けてるよお前、秀吉様、違う、オッケー、ほっとっていっ て, っ て, ってよいしょ、オッケー、おおちょっと刑事の位置ナイス、刑事の位置がいい感じで見てる感じ、よかった、ごめんね、これ殺しちゃう、まずちゃった、すまねえ、どっちなんだろう、どっちなんだろう、死にゼリフかどうかわかんねえぞ、大将、あんたは負けちゃダメなんだ、なんか面白い状況だけどな、シリアスなはずだね、なんか笑えるんだけどこのシーン、真田が消えた、どこ行った、回復、出てこい、一応これも、これはサスケの仕業か、雪村もびっくりみたいな、これが俺様の精一杯だ、踏ん張れよ大将、今どっち、あ違ったー、これなんか連続で押しちゃうんだよな、なんでだろうね、ほいほっと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 い、あー虎がいる、こわよいしょー、あーなんかまた痛いんだけど、よいしょー、空中の方がいいんじゃないって思ったけどそうでもなかったよー、人生サコンさんにかけた、おい出世ね、サコンが出世するってなんか考えたらちょっと大丈夫、豊臣って思うけど、豊臣軍が大丈夫かな、おー避けたー、避けられたけど、避けられもしたけど、あれちょ今武器が変わってないんですけど、よいしょ、嵐、えい、回復はしなくてよさげかな、こっちの奥気になるけどな、なんでなんもないの、えでここにナオトラちゃんがいるのか、いや三成の時はな一気にヒットポイント減らされたしたからな、サコンって、まあ、三成よりは防御力あると思うけど、でもな、まあ、究極だからそこまでとは言ってたら死んだりするかなとか言ってたら知るかな、誰だ貴様、誰だそれ、乙女の仇討ちを汚すとは、でどこ行った、こう見えて俺らもさ、おっと今一瞬スルーされた、当たるかちゃんと一応まともに当たってますね、話せば分かると思うんだけど、分からないと思うんだけど、一旦落ち着こう、問答無用、消えろ乙女の敵、これが分からん、ほっ、一応あそこの入り入れたらいいのかな、この範囲だー、そうなるよねー、後ろに回り込まれてるんだけど、やだ、急に後ろに回り込まれるんだけど、なんで、おお、ちゃうちゃう、一点地力はまずいんだよ、一点地力はまずい、うん、寝たかな、え、ちょっと待って、ナオトラちゃんって強い、ナオトラちゃんって強い、パワーキャラだから強い、知らなかったか、いったー、いや、怖っ、思うツボとか、おお、一応今ナオトラちゃん掴んだ、いけるー、君が明るすぎるんだよー、トラー、あ、これ刑事回復しときたいな、刑事死ぬなよ、刑事死ぬなよ、違うよ、刑事死ぬなよ、オッケー、うん、早く買い物してほしかった、誰かいる、倒した倒した、おい、良いとは言わぬが逆だ、悪くもなし、あっちあっち、若き豊臣よ、お存分に力を示せ、お、吉さんがね、
島の左近よいしょ。お危ない。左近に話しかけてるっていうのはなんか不思議な気分だわ。舞台でないかな、左近と秀吉様の絡み。見たいわ、めっちゃ見たいわ。ちょっと次の今やってるのかな、今やってるコースメラギでは豊臣全然出ないんでね、左近もいないし、勝家さんもいるんだけど、よいしょ。おっと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 、刑事生きて生きて、刑事生きて、せめてもうちょっとだけ生きて、もうちょっと生きて、頑張って頑張って、おいしょ。ダメかもしれない、刑事が死ぬかもしれない、刑事頑張れ、もうちょっとだけ、もうちょい、あー、もう先に行けばよかったけど、この辺倒してからにしたかったんだよ、向こうの陣で使いたかったけど、くっそ、やっぱダメか。思うツボはな、肩車なんだけど、そんなうまく使えないんだよな。はいはい、これをもうツボ状態です。まあちょっと三成がやってる時も、おう、突然降りた、勝手に降りた、一応ちょっと左近が戦友で勝手にやってるのをお見せしたとは思うんですけれども、ほいっぽいかな、うまく上がうまく、多分中に入った人ほい、わからん、わかんねえ。電池ロックはちょっと今ここだとまずいかもしれないな。回復ないよな、や。まあ、どうしようね。違ったー。嵐が出てこなかったー。嵐。ちょっと。の中では頭抜けと認めてやる。やった、褒められた。いつか上部さんにも並んでみせますからね。頑張れ。左近はなんだっけ、設定資料集というか、一番方が発売された時に特典でついてくる、まあそういう設定資料集みたいなの。お頼み申す。なんか、灰を開けろ。左近は、なんだろう、大谷さんを、あ、専用。疑ってるというか、そういう風に書かれてたのに、仲悪いんかなと思ったんですけど、どうやらその設定使われてないみたいですね。めっちゃ仲いいし、めっちゃ気軽いし。なんかこう、水成が、あ、奪ったらダメでしょ、そんなもう間違えた。なんか三成が大谷さんをなんでそんなにっていうぐらい信用しきってるんで、昨今は自分だけは大谷さんをなんだっけ、ちょっと疑っておこうというか注意しておこうみたいな、そんな設定があったらしい。ああ、人物忘れてるわ。そんな設定は完全に忘れられたようですね。でもまあこの方が私はいいと思いますけど、なんだろう、はっ、ダメか、お前邪魔なんだけど。あっ、今雪室を弾いたかなと思ったんだけど違ったね。 OK、 ここは見ていく、ちょっと早め、はっ、ない、最後の一発が出ませんでした。危ない、雪目の邪魔、うっかり殺しちゃいそうで、殺しちゃいそうだね。なんかちょっと物騒なこと言ってやん、物騒なこと、いつも物騒なことやってるのに、いつも殺してるのに、突然何を言ってるの私は、大丈夫か私は。雪村が頑張って、雪村じゃねえ、刑事が頑張ってみたいですね。ちょっと待って、ここで一点地獄使うのやだなー。あれって一点時間なの、あっちもあるわ、あっちもあるのか、めんどくそ。刑事頑張って、その間に私は OK、 見て、ここはいける、ちょっと早め、うわーダメだ、最後の一発が決まらないな、どうしても、よいしょ。
あぶな、ほい、あーして、オッケー、もうちょいガチで来てくんね、ガチ、本気と書いてガチ、オッケー、回復した、いける、あでも雪よりジャンプしてる、おお、ちょっと当たってないかも、サコン、サコン、方向チェンジできてないな、方向チェンジできないか、サコンの技は、かちょっと待ってね、ここで1点16使おう、いけ、マジかー、よいしょ、はい、こういうことがあるんでちょっと先使いました、先使って、行きであんな感じでヒットポイントが1になるんですよ、あれでもあれ近くに雪村がいたら雪村も1になって即死、おい、当たってたんだね当たってたんかいお前、あんな感じで敵もヒットポイント1になります、足利さんですらヒットポイント1になるらしいです、すごいですよね、でも、まあ、足利さんも爆地好きだからなんだろうな、やってはいるけどなそれでいいのっていう感じはしますね、でもやっぱりこっちもヒットポイント1になるから、本当に今みたいな息がある時とか回復がすぐできる時じゃないと怖いですね、経験値と経験値アップとさっきのですね、はい、あ48まで上がりました、刑事一応2まで上がった、はい、じゃあ次、さすが三成様、陣だごめん変な感じでセリフが切れちゃったね、ごめんね、時間かかっちゃったな、まあ最初の武器のカットがあるからどれくらい削れてるか、妙な歌声、閉園しちゃった、うわー正直これだけでいいよね、これ見るだけでおもろい、愛の集いへようこそ、レッツエンジョイ、ザッピ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 ザー、シュールやわこれなんかスッと戻る感じがシュールやわめっちゃおもろいわ、タンゴでしょってことはマリアさんとこか、3つしかない、へえ、あんまり見せたことない気がするので、ここは何度も言ってますし、こっちは勝家さんで行ったかなっていう感じなんで、次回は多分ここに行くと思います、ではではここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。